前回のあらすじ。回復に関しては、ペアも使うか、じゃあ、しょうがね。そして物語は幕を閉じる。すごかったよ、ライオン。アリーナが半端なかったよ。こいつらもすごかった。みんな頑張ったよね。いや、なんか住みたくねえけどな。止め合わせぬ。いや、この友情はもうかけがえのないものだぜ、本当に。はあ、なんか消え抜けたな、一気に。かわいそうなやつだった。まあな。侮れんところじゃねえな。だってこうつまんなそうじゃなくて。バトランドね。一番悪そうだしな。サントハイム、まあサントハイムも別にあれだけどな。誰もいねえけどな。はあ。終わってしまったか。あれ。これ話書いたらどうなんの。なんか外に出そうだからやめとくか。誠の勇者。そうだね。でもまた来れんじゃないの。そういうわけでもないの。くるりんくるりん。ああ。ひねくれた言い方。ひねくれてんだな。すべてにおいて。仲良くしねえよ。はあ。歴史ね。そうだよ。ソロだけじゃねえぜ。そうだよ。お前はいいや。哀れな男ね。伝説を作ってしまったな。感慨深いよね、なんか。見えんのか、こいつ。視力50ぐらいあるのかな、あいつ。もしかしたら。絶対この人あれだって。大親友。出会ってから大親友。何言ってんだこいつは。いやでもこの人絶対あれだよ、この人。お母さんでしょ、この人。なんか、うわ、なんかすげえ、なんかすげえ悲しくなってくるんだけど。やめようぜ、ちょっと。いや、来れるよ、また。お前、ドラン。ドラン元気だった。お前も頑張ったよね、地味に。アルーシャ久しぶり。誇りのまます。俺も楽しかったよ。まあ、ルーラで来れるよ、ババンと。また、あ、堅苦しいよな。ぶったまげだな。グゴン。神のおめちびき。友情だよ。あれ入れねえし。あ、てかドラン。俺はドランに対するコメントを見てみたい。人々の。無言。冷てえな。意外と冷たかったな。あそこじゃ下。いけないのか。あら、もう行った？まあ、同族と。
まあ、よく頑張ったよな。これ図書館だっけ？図書館か。あれ？これどうやって出ればいいんだ？ここか。あー、行くのか。終わったな、これはな、完全に。さらばだ、天空城よ。また戻ってくるよ。これからあれかな、それぞれの故郷に帰るのかな。レイクナバ？違うか。どこだろう。移民の町じゃん。我が町タウン。サントハイムか。いきなりお前たちと別れるの？マジか。あ、てかみ、あ、いいんじゃん、人が。戻った。王様もいいんじゃん。あ、よかったね。よかったな。俺全員あれだから死んだと思った。あ、壁直してる。まだ吹っ飛ばされんぞ。アリーナ退屈だろうな、きっとな。お前ら楽しかったよ。またな。アリーナ・クリフト・ブライ。あいつらがいなかったら絶対倒せなかったしな。まあみんないなかったら倒せなかったけどね。誰一人かけてもダメだっただろうけど。ガーデンブルグってことはやっぱりそっか。ライアンもあれだな、出世するだろうな。これな、なんであいつだけピンクなんだろうね。そこは謎でしょうがねえ。おい、ライアン、お前すげえ心強かったよ。ライアンってすげえあれだもんな。あいつがいるだけで全然なんか違う気がしてよ。なんか横にいるだけのその存在感というかな。ロザリヒルか。やっぱロザリー死んじゃったのかなっていうことなんだろうね、きっとね。コナンベリー、やべえな、なんかいろいろ思い出が蘇ってくるな。エンドール。あ、トルネコか。おお。お、すごい。トルネコ意外と力持ちだな。まあどうせあいつ旅に出んだろ、また。あいつはニートの逆バージョンみたいなやつだからな。やる気で溢れておるもんな。落ち着かないというか。元気でな、トルネコ。ここはあれか、まあ、キングレオと来たから高水村か。やっとあれだね、報告ができたな。でもこいつらどうすんだろうね。あ、モンバーバラに行くのか。
まだそこで暮らすのかね。ソロどうすんだろう、これから。もうみんな集まってきたね。また戻ってきてくれたんだね、嬉しいよみたいな、そういう感じが。踊ってる踊ってる。ミナもいるね、端っこに。おい、なんか言ってやれよ。何も譲れちゃったよ。あれも誰もいないよね。おい、ソロ、お前どうすんのこれから。誰もいねえじゃん、ここ。なんかロザリーに似てるね。終わっちゃったよ。マジか。終わったのか。ものすっごく楽しかったよ。ものすっごいね。すげえ楽しかった。なんか喋りたいこといっぱいあるんだけど、なんかいざエンディング見るとなんかあれだよな、そんなに泣いてるか分かんなくなるよな。ドラクエ4はてか、なんだろう、まず音楽素晴らしいよな。俺多分ドラクエシリーズの中で一番ドラクエ4好きかもしんない、音楽に関して言ったら。もうキャラ、ライアンとかアリーナとかも全員一人一人になんかなんつうの、テーマ曲が用意されて、で、その一つもすんごいいい曲で、印象に残るっていうか、街の曲もすごい可愛いしさ。で、戦闘曲もすごい盛り上がるし。で、全員仲間揃った時の曲、バサラマーチって言うんだけど、なんかそれもすっごいさ。個人的にはなんか、勇者の故郷っていう、主人公の、テーマ曲もすごい好きなんだけど、で本当にいい曲揃ってるなと思った。でもキャラクターも本当ね、みんな個性的で、なんだろう、楽しいよな、めっちゃ楽しい、楽しい、なんだろう、だ仲間に関してもドラクエ4が俺一番好きかもしんねえな。こんなに個性的なやつらなかなかいないしね、本当に。しかもそれぞれなんかもうキャラ立ってるから、もうなんだろう、役割分担がちゃんと きっちりできるっていうかさ、もう全員なんか同じような感じにはならないっていうか、もうそれがすごいところだと思うよな。魔界四天王に関してはなんかもともとトルネコになんか活躍の機会を与えたいなと思って、なんかボス一人とトルネコ一人のなんか一対一みたいなできねえかなみたいな、なんか、まあ、それが元だったんだけど、で、それで、あ、四天王、あ、4人のか、みたいな。じゃあ、こっち仲間8人いるから、じゃあ、1人1冊になるね。1人2冊みたいな。2冊か、っけ、まあ。2人
二人でやってみるかみたいな、ちょっとそれが、でも結構あれは、なかなかいい思いつきだったのかもしれんと思ったけど、個人的に。結構面白かったからね、あれは。やってて。久しぶりにでもあれだな、なんかこの、終わってほしくないっていうなんか気持ちがすごい強かったかもしれない。なんだかんだで、なんかやっぱ生活の、なんかもう彼らと旅をするのがなんか生活の一部みたいな感じになったから、なんか、なんかいざ終わってしまうとなんかものすっごく寂しいよね。ああ、なんかあの戦闘曲とか、なんか街の曲とか聴けなくなるのかみたいな、はははみたいな感じで、なんかできなくなるのかみたいな。すっげえ寂しいよな。あいつらとなんかまた旅をすることできないのかなみたいな。すっげえなんかあれだよね。寂しくなるよな。でも本当に見てくれた人もなんか俺と一緒に楽しんでくれたんだったらすごいなんか嬉しいよね。ラスボスな。俺ギガデイン絶対ドラケー6の時みたいにミナデインで終わらせるみたいな感じだった。まさかのマーネが美味しいとこ持ってったからね。ちょっとあれはかなりショックだったけどね。せめてギガデインでちょっと終わらせたかったけど、個人的にはちょっとあれはショックだったね。終わってしまったな。ドラクエ4ね、これめちゃくちゃ楽しいよ。あとすっごい実況に向いてると思う。だからこれぜひとも俺はやるべきだと思うよ。このゲームは、この物語を。終わってしまったね。あら、これまでの戦力セーブしますか。ふう、こっちでいいか。これで終わりかな。終わりっぽいね。なんかすげえ寂しいな。まあとにかく本当お疲れ様でした。見てくれてありがとうございました。またどっかで会おうぜ。ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、これにて終幕。 Thanks for watching.